おい、高橋ね、お前、正直ありえへんぞ、あのピッチングは。ほんまに、あれは、あれだけはマジでないぞ。阿部監督もおっしゃってたけど、あの、点取った後の、一発目のバッターに、ストレートのフォアボールはないやろ。ほんまにガチで。そら、バッターからしたら、相手からしたら、点取られたけど、いけるわみたいな感じになるやろ。ほんま、今まで抑えてきてたから、あんま言わんかったけど、この間のピッチングもそうやし、もうマジでフォアボールだけは出すなって。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、カープ対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、もうクソ試合ね。はい、クソ試合。ほんまにクソ試合。2試合連続クソ試合。昨日ね、今季一番のクソ試合だというふうに僕思ったんですけど、超えてきましたね、その試合を。ほんまにやばいなと。もうそれの一言。ほんまに、なんかもうやば以外の表現で、もう片付けられない。ほんまにもうそれ以外の表現ができないぐらい、やばい試合やったなというふうに思います。まあ先ほど、ちょっと今日ね、初めて、ライブ配信をさせていただいてもらっ、させていただいてて、まあ、一緒に見てくれた人は、わかると思うんだけど、マジでやばかったよね。ほんまにマジで。まあこの3点取った時は良かったんだけど、その次の回、その次の裏にね、4点取られるという、ありえない、もう、高級レベル中学レベルぐらいの試合をしてしまってるっていうのがあって、本当に、このプロ野球というか、この中継は、本当にプロ野球の中継をしてるんだろうかというふうに、一瞬疑ってしまう時間があったぐらいやばい試合でした。はい、今日の一言というか、まあ、一言目も言わせてもらいたいんですけども、まあ、今日ね、こちらになるんですけど、もう一言しかないんですよ。高橋でぶち壊し。もうこれだけ。うん、まあいろいろね、なんかネットでは小林誠司選手の配球が悪いとか、なんかこう打てないとか、まあいろいろ言ってるんだけど、結局はこの初回の、もう、もっと言ったら、先頭バッターにあのフォアボール出した時点でもう終わりなんですよ。もうそれぐらいやばいっていうこと。別にヒット打たれるのはいいのよ。あの場面。全然いいのよ。もうフォアボールだけがダメなんよ。それにましてやストレートのフォアボールね。全部ボールのフォアボール。もうこれはちょっとありえないというか、もうそれは二軍降格当たり前やし、なんか防御率が 1. 何ぼとかやから、とかじゃなくて、もうこれに関してはもう内容が悪すぎるというか、もうありえへんのよね。はい、もう、ぐじゅぐじゅ言っても仕方ないんで、今日もやっていきます。はい、まず、特定シーンさらっと振り返っていきまして、で、右側で、なんで、高橋がクソやったのかというところを中心に、お話していきたいというふうに思います。はい、今日はですね、9対3で、ジャイアンツ負けましたけども、先制したのはジャイアンツだったんですよ。1回表に、2アウト、1、2塁からね、この2アウトからですよ。で、坂本選手がね、二塁打打ちまして、歴代2位というところになりました。で、1点取りました。で、2アウト2、3塁から、昨日ね、萩尾選手、まあ僕、ブチ切れしましたけども、何中途半端なスイングしとんねんっていうふうに言いましたけども、やっぱ初球で2球目振ってって、で、それで最後ね、2ストライク追い込まれながらも打ったっていうところで、やはり、まあ全部とは言わないけど、やはり初球とか、ファーストストライク、セカンドストライクぐらいを、振っていかないと、やっぱタイミングもつかめないし、やっぱ動かさないと、自分が打てると思っても、見逃してるだけだったらタイミングっていうのは合わないのでね。やっぱそうやって振ってったからこそ僕は、ヒットが生まれたんだと僕は思うんですよね。で、先発取ったにもかかわらず、その次にすぐ取られるというところ。で、ワンアウト2、3塁から小園選手のレフト前ヒットね、これも、まあ不運な打球だったんだけど、もうそういう流れになっちゃってるんですよね。このラインの上にポトリと落ちるんですよ。で、ツーアウト1、2塁からこれ末金選手にホームランね。これも、配球が悪いとか言ってるんだけど、もう配球もクソもないのよね、もう正直。あんだけボール投げるんだったらね。で、4回裏からもうフルボッコですよ。で、ワンアウト1、3塁から林選手の
ああ、ライト前。で、ワンアウト満塁から秋山選手の芸術的な、レフト前というところで、まあ2点。で、5回裏にも、ワンアウト1塁から末金選手の、まあセンター前ヒットを萩尾選手ね、これ後逸。もうこれ少年野球です。はい。で、ワンアウト3塁から矢野選手の、きっちりね、ここでもう追加点取られたくないっていうところで、犠牲フライきっちり打ってくる。逆方向に目付けがあるから、きっちり打球が上がるんですよね。で、6回裏もですね、2アウトランナーなしから菊池選手のもうダメ押しのダメ押しのホームランですよ。ダメ押しの、さらにダメ押しのホームラン。もう完璧なホームラン。上段まで飛び込むホームランというところで、もうボコボコ9対3で、ドイツカード3連敗というところで、ジャイアンツ終わっております。はい、じゃあ右側でね、僕が気になったところ、もう今日は気になったところ実は少ないんですけど、ちょっとね、まあ、暴言を吐いていきたいと思います。暴言というか、まあ、批判というか、僕が思っていることを正直に言っていきたいと思います。はい、一回もでね、まあ、これもね、結局、点入ったんですけど、初回にね、一回もで点入ったんですけど、これも、アドア選手のこれ、ファーボールから始まってるんですよ。これ、丸選手、ファーボール出て、伊豆口選手がセンターフライ倒れたんですけど、吉川選手が、レフト前のヒット。で、岡本選手が空振り三振したんだけど、これ、ここですよね。ツーアウト1、2塁で、坂本選手が、まあ、その三振をした後、4番の岡本を抑えてホッとしてるところを、初球ね、パーン捉えまして、これで、先制タイムリーツーベースね。で、この先ほども言いましたけども、ツーアウト2、3塁で、萩尾選手しっかり、ファーストストライク、セカンドストライク振ってって、追い込まれながらも、レフト前に打ってというところで、この回2点取るんですよね。非常にいい点の取り方だったと思います。岡本選手打てなかったけど、その後の2人がカバーできたっていうところ。で、ここですよね。1回裏。はい、もうこれに尽きると思うんですよ。これ、阿部監督もおっしゃってたんですけど、もうこれはね、野球分かる人だったらもう今日はこれが、ダメだったっていうのはもう、一目瞭然で分かると思います。これね、先頭ね、皆さん考えてみる、見てください。これね、3点取りましたと。で、まあ、ジャイアンツからしたら、お、今日いい感じやってなってるわけですよ。で、広島からしたら、あ、やばいなと。あ、1点ずつ返していかなあかんなっていう感じの雰囲気になってるわけですよ。どっちかというと、落ち込んでる雰囲気になってるわけですよ。そこで、別にヒット打たれるのはいいのよ。正直ヒット打たれて、全然 OK ない。なのに、これ、秋山選手に全くノーチャンス。もう全然ストライクゾーンに、もう、なんか、投げれてないような、もうギリギリ惜しくてボールとかじゃなくて、もう全然外れてるボールを、ストレートのフォアボール出すんですよ。全部フォール。4球とも全部ボール。もうこれをやった時点で、もう広島からしたら、あ、今日あるんちゃうかって。高橋で制球乱れてるぞと。これあるぞと。っていう感じになるわけですよ。もうこれを、もうこれなんですよ。もう今日に関しては、これ、一回裏ですけども、これがもうすべてをもう変えたみたいな感じです。で、ファーボール出すでしょ。で、これ野間選手、まあ逆方向にこれ、レフト前ヒット打つじゃないですか。で、菊池選手をまあ送りバントのような形のね、フルスイングバントみたいな感じで、ファーストゴロで打ち取って、でもランナーは進みますと。で、ワンアウト2、3塁で小園選手、これレフト前ヒットね。はい。で、これタイムリーでしょ。で、ワンアウト1、2塁で、坂倉選手、これね、ショートフライ打つんだけど、これね、伊豆口選手がね、これ、後ろをね、背面キャッチじゃないけど、こう、後ろで取って、これ、スーパーファインプレーですよ。はい。で、ここで、1点で、1点でというか、この小園選手で、だけでいけるかなっていうところで、この2アウト1、2塁で、末金選手のホームラン。で、ストレート、インサイド1回見せて、ボール球と。で、外に、スライダー行ったんですけども、やはりそれが甘くなってど真ん中に入ってホームランっていうところで、まあ、末金選手もある程度、インサイド一球来たんで、次外かなって、なかなかこう、制球を、コントロールできてないから、まあ、おそらく外で勝負してくるだろうっていうところは、多分おそらくね、山を張ってたと思うんですよね。で、そこで、そのボールが真ん中に入ってきて、それをカチンって打たれてね、ホームランっていうところで、もうリードもクソもないんですよ。はい。もう投げてるピッチャーがもうクソです。はい。正直言うとね。はい。で、矢野選手がショートゴロっていうところで、この回終わりましたけども、この回一挙ね、4点っていうところ、ありえないっす。はい。もう地獄。で、4回裏かな ?4 回裏も、これ坂倉選手ね、まあ、昨日4安打して、状態上がってきてますと。で、センター前のヒット。うん。で、ノーアウト1塁から末金選手の、このセンター前ヒットがね、これもショートの前でパーンって跳ねて、もうモグラおんのかみたいな。もうありえへん跳ねからしてね。まあ多分、土と、天然芝の間にボールが当たってパーンって跳ねたと思うんですよね。で、そういうところももうなんかもうカープの流れなんですよ。そんなことってあんまないんですよ。
で、ノーアウト1、3塁で、矢野選手を非常にね、いい3球で見逃し三振取った。これ、ハルトすごく良かったと思います。なんですけども、ワンアウト1、3塁から、林選手にライト前ヒット。それもね、打ち取ってるような当たりなんですよ。うん。で、ワンアウト1、2塁でアドア選手バントするんだけど、キャッチャー前に転がって、誠司さんが間に合うと思ってサード投げたんだけど、それもセーフというところでフィールダッシュチョイスでしょ。で、ワンアウト満塁で秋山選手に、裏書いてね、インサイド見せて、最後外のスライダーかなんかで行くやろって思わしといて、もう一回インサイドのストレート行きますと。で、それをね、秋山選手が片手ポーンって打って、レフト前というところで、これは、秋山選手が、うまかったと思います。普通に、うまかったし、多分おそらく変化球マークの中、ストレートを打ったっていうね、すごく高度な打撃をしてたんで、これは、井上投手が悪いかって言われたら、僕は全然そうも思わないし、僕はいいボール投げてたと思いますけどね。で、5回裏、ですけども、これも少年野球ね、はい。ワンアウトからですね、坂倉選手、まあ、レフト前ヒット出ますと。で、ワンアウト1塁で、末金選手ね、これ、センター前ヒット打つんだけど、萩尾選手がチャージしてきて、それを後ろに後逸して、で、これで1点入るでしょ。で、なおもうこれ、末金選手3塁まで走って、で、ワンアウト3塁っていうところで、矢野選手。で、ここで、やっぱり、抑えたいわけですよ。当たり前だけど。で、矢野選手はやはりさっきから言ってますけど、まあ、広島のバッターって、やっぱりポイントを近くして逆方向に打つっていうのが非常に上手いなと思ってて、で、犠牲フライ打つときって、ポイントを前に置くよりも、ポイントを近くした方が打球って上がりやすいんですよ。うん。変化球も対応しやすいし、逆方向にフライって上げやすいんですよ。逆に引っ張ろうとすると、ラインドライブって言って、例えば左バッターだったらファーストゴロ、セカンドゴロになりやすかったりとかするんですけど、それを逆方向に打とうとすると、バックスピンがかかってフライが上がりやすいんですよ。ってことは犠牲フライが打ちやすいって形なんですけど、そこでやっぱりね、矢野選手も完璧にこれね、犠牲フライ打ちに行ってるんですよ。で、平内投手も球強いんだけど、やはりそういう待ち方をされてるというところで、なかなかね、難しいというところで、まあ、犠牲フライ打たれてっていうところで、しっかりね、点をね、2点取られるというところで、まあ非常にね、いやらしい攻撃してくるなと思いましたし、まあそのセンターの攻撃もね、もうこれも少年野球っすわ、正直言うと。はい。まあ足場がとか、イレギュラーがとか、そんな知らんけど、これはね、もうダメです、正直言うと。もう、まあ気持ち切れてんのかな、わからないけど、もうファンも気持ち切れてるわって話なんですよ、正味ね。で、6回もでも、ここですよね。ここも、先頭で吉川選手がフォアボール出ますと。で、ノーアウト一塁から岡本選手がね、ショート、への内野安打というところで、まあ、ノーアウト一、二塁というね、非常にね、チャンスを作るわけですよ。で、ここでアドゥア選手をね、スイッチして、森浦投手ね、昨日も丸選手をね、セカンドゴロゲッツー取ったすごくいいピッチングしましたけども、ここで出てくるわけですよ。で、僕的に、まあ一応森浦選手、まあ左ピッチャーなんで、まあ、右バッターがここから並ぶんですよ。坂本、萩尾、山瀬っていう感じで、右バッターがね、並ぶんで、あ、まあ、セオリーと、逆というかね、まあ、左対左とか、右対右とかっていうのは、よく言うんだけど、左ピッチャーを、右が並んでるところで、左ピッチャー出してきたなっていうふうに思ったんですよね。なんですけども、これに関しては、逆に僕、右バッターの方が打ちにくいかなっていうレベルのボール持ってました。これ、チェンジアップやばいですね。ライブ配信でも言ってましたけども、これチェンジアップマジでやばいです。はい。うん、もう狙ってても打てないなっていうぐらいのレベルのチェンジアップ。うん。で、ノーアウト1、2塁から坂本さんと萩尾選手と山瀬選手ね、全部空振り三振するんですけども、間違いなく全員ともチェンジアップがいいっていうのが頭にあって、チェンジアップマークしてるんだけど、いいところでまっすぐの低めに決めてきたりとかするんで、なかなかチェンジアップに絞りきれなくて全部チェンジアップで空振り三振するっていうところで、これはね、ちょっと魔球レベルに近いです。ぐらいのボールですね。はい、絶対、三者三振っていうところで、まあ、チャンス潰れて、まあ、ここがね、最後のチャンスぐらいだったんですよね。巨人で言うと。で、そこからもう全部、もう、論外というところで、まあ、点取れてなかったんですけど、まあ、今日見て思ったのは、この、森浦投手もそうですし、その最後に出てきた、この黒原投手もね、その左のピッチャーの、球種というか、チェンジアップっていう球種が非常に得意なピッチャー多いなっていうところ。で、僕が思うに、球速いピッチャーは、そらいるじゃないですか。いるんだけど、やはり、
速いだけやったら、ストレートだけやったら、プロってやっぱ対応したりするんで、やはりこう、落ち球とかね、チェンジアップとか、フォークっていうところを得意にしてるピッチャーって、やはり打ちにくいんですよね、バッターからしたら。チェンジアップだったら、前後の、ところで難しいし、フォークっていうところだったら、この高低というかね、これ落ちるボールで、バットを空を切るっていうところで、非常に難しくなってくるんで、このね、森浦投手もそうだし、黒原投手っていうところも、チェンジアップ、フォークっていうところが非常にね、いいボールを投げてて、多分ね、ピッチングコーチなのか、元々持ってたのか、それはちょっとわからないですけども、非常にね、いい、左ピッチャーがいるなというふうに僕思いましたし、まあ、結局はね、この高橋礼につけるんじゃないかなっていうふうに僕思いました。はい、そんな感じでね、今日クソ試合でしたけども、まあ、ライブ配信も含めて、初めてやりましたけども、ちょっと今日ライブ配信初めての試合地獄やったね。うん。で、まあ、もう何回も言うようだけど、高橋礼ね、前もフォアボール7個出してたりとか、この間の試合も結構出してたりしてたじゃないですか。で、まだ抑えてるから、まあその、まだ許容されてるんだけど、それで打たれ出したらもうそれはもう、なんて言うんだろう。許されないというか、もう、擁護しきれないんですよ。まだ、例えばね、毎回満塁、例えば毎回3個フォアボール出して満塁にするんだけど、そっから全部、空振り三振取って、いつも0点に抑えます。って言うんだったらね、まあってなるじゃないですか。なんだけど、そんだけフォアボール出して打たれもしますってなってくると、そら、首脳陣をかばいきれないよって。で、ましてや、こんだけ3点もらった後に、しょっぱなフォアボール出しちゃうっていうのは、これはプロとしては絶対やったダメなことなんですよね。で、ましてや、そのキャンプの時から、困ったら真ん中行けよって言ってるぐらいの監督がいる監督の、チームなんで、そのチームで、こんだけ点数あってる時に、いきなりストレートのフォアボール出しちゃうっていうのは、それはブルペンの、準備から、ましてや、投球練習から、どういう状態でやってたのか、それはテレビでは見れないけど、果たしてどうやったのかなっていう。これはもうメンタルでもクソもないと思うんですよ。メンタルとかじゃない。もうこれは、普通にストライクを入れるだけなんで、プロの選手だったら誰でもできることなんですよ。誰でもできるって言ったらあれだけど、できないとおかしいはずなんですよね。できて当たり前なことなんですよね。で、そこができないっていうのは、どうなのかっていうようなところは、高橋礼としてね、改めて、自分で振り返るなり、ビデオを見るなり、それは知らないけど、ちゃんとやってきてほしい。まあ、二軍降格、っていうふうにニュースは出てたんで、多少時間はあるんでね、そこをもう一回振り返って、桑田監督とかもそうですけども、もう一回ちゃんと見直して、もう一回上がってきてほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、ブチ切れてしまいましたけども、今日はこんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。